皆様こんにちは。ライフサポート青森の鎌田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様、就活とは皆様どのようにお受け止めになっておりますか？おそらく、自分が亡くなった時にどういう人に連絡を取ってほしいかなとか、それから、友人のリストを作ってみたり、それから自分の大事なものをしまっている場所を、伝えることができるようにしたりといろいろと考えることがあると思います。私先日春めくという雑誌があるんですけれども、その雑誌の中にがんで亡くなったキキキリンさんの、今年で3年期3回期になるんだそうです。で、3年前にがんで亡くなったキキキリンさん の親友である浅田美代子さんの記事が載っておりました。その記事の中で浅田美代子さんはキリンさんのことを、生き方も老い方も死に方も全部キリンさんは自分で選んだんだなと思いますとありました。そしてキリンさんは物をため込む浅田さんに、美代ちゃん知ってる？不必要なものをたくさん持ってると病気になっちゃうよ。美代ちゃん、がんっていう字は病だれの中に品の山って書くのよ。こんなに物を持ってたら病気になっちゃうよと言って、浅田さんに物を持たないことはもちろん、リフォームなど再利用して物の命を使い切ることをキリンさんは大事にされていたと話されています。そしてキリンさんは最後には、そろそろ退院すると自ら医師に伝え、自宅療養できる環境を整えて退院されました。退院したその日の夜に息を引き取ったそうです。またリポーターであり就活ガイドでもある菊田彩子さんは、就活のことを次のように述べています。菊田さんの就活は、お母様を看取った60歳で次のことを始めたそうです。不要なものを手放す、病気の告知や延命時期の希望を決める、お金、相続など手続きの用意をする、やればやるほど老後や死後への不安が軽くなるのを感じたと書いてあります。死後の心配事はさっさと片付けて、これからの人生を思い切り謳歌する、それが本当の就活だと思いますと菊田さんはまとめておられました。これから私がお話しすることは、まさに心配事を解決し人生を謳歌するための一つの手立てとして役立つのではないかと思いますので、少しの間ですがお付き合いをお願いいたします。現在国では、皆様も聞いたことがあるかと思いますけれども、高齢になっても自立して自分の住み慣れたところで暮らし続けることができる社会を目指していると言っています。今年7月に発表された2020年の日本人の平均寿命は、女性が 87.74 歳、男性が 81.64 歳、ともに過去最高の平均寿命になったんだそうです。前年に比べ女性は 0.3 歳、男性は 0.22 歳伸びて、これも9年連続寿命が伸びていると発表されています。
このズボン、ご覧になったことがあるかと思うんですけれども、国は2025年までに高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援サービス提供体制を構築したいと言っています。この図はその国が、一般の方向けに、示した図なんですけれども、住み慣れた場所、ここはご自宅であったり、高齢者の、住宅であったり、高齢者向けの住宅であったり、でここから、デイに通所したり、または介護施設に入所したり、またご病気になったときには、通院したり入院したりと、自分の住まいを中心に、近いところでいろいろなサービスが受けられるようにして、あくまでも自分の住み慣れたところを中心として、包括的なケアシステムを作っていきたいんだというふうに言っています。ただですね、どうでしょうか。いろいろなことで、例えば後を継ぐ子どもさんがいない、また配偶者がいなくなった、いないなど、お一人になってからの老後の通院や介護の通所、また入院や施設の入所など必要になったとき、そこで出くわすのが身元保証や家族の代わりとなっていろいろと一緒に考えてくれたり手配をしてくれる人がいないということです。まして自分のご葬儀となると誰にお願いすればよいのか、不安は大きくなります。特に昨年今年とコロナ禍で家族や親族と往来ができなくなってから、自分のことを真剣に考えられる方が増えています。このような身元保証やご自分のご葬儀などの相談を受けるところがライフサポート青森です。ライフサポート青森、聞いたことがございますか。ライフサポート青森は青森市内にある NPO 法人でございます。法人名を正式に言いますと、NPO 法人、いわゆる特定非営利活動法人ライフサポート青森、これが正式名称です。所在地は、サンロード青森の隣にございます青森市葛城4丁目8-2協同組合宅建さんの中にある一室を事務所としてお借りしております。設立は平成13年8月1日。この平成13年8月には特定非営利活動法人生前契約青森ライフサポートとして青森県の認証を受けて設立しております。この時はご葬儀の生前契約を中心に行っておりました。それから平成28年の9月には名称を特定非営利活動法人、そして遺品や不要品の整理処分、これらを行っております。この3つの支援につきまして、先ほど私はいろいろと組み合わせてその方に合った形でご支援をしていると申し上げました。これからですね、私どもの法人が実際にご支援をした事例について
簡単ですがご紹介させていただきます。ご紹介する支援の中にはこの21年の実績から気づいたサポート体制があってのことでございます。すべて NPO 法人が窓口にはなるんですけれども、実際に葬送支援やそれから生活支援、あとは先ほど出しました遺言書の作成ですとか相続に関すること、それから自分がお持ちになっている財産の管理のこと、いろいろと考えれば解決しなければならないことがたくさんございます。それをライフサポートは、ライフサポートアモリはサポート体制でもって専門家の方たちをにご協力をいただいて、本人からご相談があった都度に関係する専門家の業者さんとご相談や連絡をしながらコーディネートして参っております。ここに挙げたのが実際に今ご協力をいただいている専門家の業者様でいらっしゃいます。弁護士、医師、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、不動産業、社会福祉事業、警備業からお寺様から、葬祭業、墓石業、遺品、不用品、整理業、損保生命保険、介護業、有料老人ホームなど、これらの、専門のところにサポートをいただいて、自分ではまだ決めてないんだっていう時にはこういうサポート先にご相談してご支援をしております。それでは N 様86歳、平成16年にライフサポート青森に入会された方です。この方との主な支援が行われたのは緊急の事態が発生した時でした。お一人暮らしの N 様、背中に痛みがあり身動きがままならず寝たきりが数日続いていると電話がありました。ライフサポート青森が電話を受けて急遽スタッフが駆けつけました。介護タクシーを手配、病院へ一緒に搬送いたしました。診断の結果、背中の圧迫骨折と食事が取れていなかったため衰弱でそのまま入院となりました。ご親族がいるんですが県外で普段の行き来がない疎遠だったため、ライフサポート青森は入院のための必要な支援をさまざま行いました。そして3週間の入院を余儀なくされた N 様ですが、徐々に回復され、入院中に介護保険の申請手続きや退院後は要支援になりましたので、退院後は要支援のサービスをすぐに利用できるよう地域包括支援センターの方にも連絡をして手配をいたしました。現在は N 様、ご自宅から有料老人ホームに入居され、介護保険サービスのほか当法人の買い物代行や受診の同行などの支援を利用して今はお元気な毎日を過ごされております。このような状況の N 様ですけれども、私どもがお手伝いできたこととしましては、この生活支援という柱の中のまず緊急支援、それから医師と治療の協議をいたしたこと、それから入退院の事務の手続き、それから入院必需品の準備、付き添い夫の手配、行政への介護申請の手続き代行、地域包括支援センターの会議の立ち会い、
などを、まあ、生活支援として家族に代わって行っております。あとは身元保証支援、この方は葬送支援も今決めておられます。そして、自分が、こういう緊急な事態になったということを受けて公正証書遺言も作成されております。あとは財産管理のところでは、まだお元気な N 様ではいらっしゃいますけれども、今後、まあ、認知症などが起こったとき、自分でいろいろなことが決められないと困るわということで、今は任意後見契約もされております。この時にこのような支援を全部手配をしたり、まあ、手続きをして行うことを行ったんですけれども、その他にご紹介できた専門家としましては、この付き添い夫の手配というところでは家政婦紹介所さんのサポートをいただいて、付き添い人を決めて手配しております。もう一つ、この方はですね、女性92歳のエッチ様です。この方については誰もが望む形ですけれども、最後まで在宅で過ごされた方です。エッチ様92歳、この方は平成19年に入会されました。病弱だったエッチ様は平成28年にご主人を亡くされてから、子供さんがいらっしゃいませんのでお一人暮らしになりました。84歳の時に大腿骨の頸部骨折をしてから車椅子の生活となり、晩年は在宅酸素も使用されておりました。お子様がいないエッチ様でしたが、自宅での看取りを強く望み、ヘルパーさん、家政婦さん、訪問入浴、訪問診療、訪問看護を利用して各介護事業所や警備会社と連携を図りながら、エッチ様が安心できるようお手伝いさせていただきました。もちろん介護保険で入浴や訪問看護は受けることができますが、それは回数や料金が限られております。私どもは介護保険サービス以外の生活支援でございますので、それ以外で公的なサービスが使えない以外のところで、同じように毎日この方が安心して在宅で過ごせるようお手伝いをさせていただきました。エッチ様は音楽や短歌を趣味として、また新聞を毎日楽しみ、穏やかに暮らしていらっしゃいましたけれども、だんだん病状が低下しまして、緊急搬送になり、その翌朝に搬送先の病院でお亡くなりになりました。生前のご意思でホテルでのお別れ会を決めておられたのですが、このコロナ禍で叶うことができませんでした。ライフサポート青森が喪主代行としまして、関係先に連絡を取った結果、お葬儀にはご近所様、介護関係者が参列くださり、ホテルのお別れ会はできませんでしたが、お葬儀として思いのこもったお見送りをすることができました。そして平成28年に亡くなったご自宅に眠っておられるご主人のご遺骨と、このエッチ様のご遺骨と一緒に永代供養墓に納骨をさせていただいております。この時お手伝いできたこととしては、まあ、エッチ様ご夫婦は、やはり子どもさんがいらっしゃらないということで、いろいろな財産の相続のことや考える手配をしなければいけないことがありましたので、公正証書遺言を作成しております。あとは身元保証支援ですね。
あと生活支援のところでは緊急時の対応をしてしました。医師との協議をいたしました。から介護支援専門員といろいろと支援のことにつきまして協議をいたしました。から葬儀生前契約としましては、喪主の代行をいたしました。ご遺体の引き取りをして親族へ訃報のご連絡、火葬の立ち会い、納骨の代行、葬儀費用の精算、死後の事務の手続きなどをさせていただきました。これはエッチ様のお写真です。エッチ様は亡くなる前にご夫婦で永代供養をするというふうに決められました。で、清流寺様に永代供養を決めたのですけれども、お墓があったんですね。で、このお墓をお二人がお元気なうちにお骨上げをされて、そしてご両親と弟様がこのお墓の中に眠っておられたのですけれども、ご両親と弟様のお骨をまず永代供養墓の方に納骨しております。もともとエッチ様はホテルでのお別れ会をしたいわということでございましたが、できませんでしたが、急遽ご遺体は八甲造花店様の方に安置して、そこで祭壇を作り、ご葬儀をいたしました。それがこの、急ではございましたけれども、サポート先のご葬儀屋さんの協力を得て、参列、皆さんで参列した、祭壇でございます。私どもはライフサポート青森では入会という形で、入会された方に対して、契約書を交わしてきちんといろいろな支援を決めております。で、入会された会員様にはセミナーや茶話会を開催しております。これはその、お写真の一部なんですけれども、セミナーは誰でも参加できるんですが、就活に関わること、またはいろいろな私たちのライフサポートの支援に関わるようなテーマで皆さんのご希望を聞きながらセミナーを開いております。そしてそのテーマに沿った講師をお呼びしてですね、セミナーを開催している風景です。またこちらは茶話会といって、ちょっとお茶菓子とお茶を飲みながらみんなで交流しようよということです。お一人様が多いので、こういうふうに交流会を開きますと、皆様楽しみにして集まってきてくださいます。で、この時にですね、それぞれいろんなお話をして、あなたはそこどうしてるの、私はこう思ってるのっていうふうな、情報交換もできる大事な場となっております。またこのハートネットという開放誌をですね、2ヶ月に1回作成しまして、そして会員様のところに郵送しているんですけれども、その中では開放誌ですので、会員様からの投稿などもどんどんいただいて、そして掲載して、会員同士の交流の場にも使わせていただいております。夏のハートネットの時にですね、ある会員様からいただいた投稿文がこのハートネットに載せたんですけれども、この会員様はライフサポート青森設立と同時に入会された方なんです。この方のこの投稿をちょっと長いので抜粋して紹介させていただきます。我が家の会員歴は20年です。思えば、NPO 設立にあたり、説明会があると、東欧日報で大きく紹介され、子供がいない私たち夫婦は、先々のことを常々考えておりましたので、
会場のホテルへ出かけたのがスタッフの方たちとの長いお付き合いの始まりでした。妻は14年前乳がんの再発で亡くなりました。妻が亡くなった直後の私は完全にダウンでした。喪主の私に代わり当時のスタッフが通夜、葬式とすべて済ませてくれたのです。どんなに感謝してもしきれない思いでした。さらに親族への連絡や簡単ながら会食の準備など手配をしてくださり、葬儀からちょうど1ヶ月後、納骨だけは私の手で終えることができたのです。一人暮らしが始まってからもどれだけスタッフの方々に励まされたことか、14年経った今こうして感謝の思いをかみしめながらその一部を書き綴っている次第です。いつの頃からか私はライフサポート青森を高齢者にとっての町の灯台と考えるようになっております。会員が迷子とならぬよう、どうかこれからも町の灯台、心の灯台から明るい火を灯し続けてくださることを心から願ってやみませんという文を投稿してくださいました。さて、私どものライフサポート青森は入会制になって会員制なんですけれども、入会のご案内といたしましては、こちらにご相談に来られた後によくお考えになっていただいて、そして、入会をまずいたします。そしてだいたいご相談に来るときってみんな意識しっかりしてるじゃないですか。だから心配するんですよね。で、判断能力がきちんとしている十分にある今、会員向けの交流会やセミナーに参加しながら今後の支援をどういう支援をしてもらおうかということを十分に考えていただいて、本当にその支援が必要だなと思ったときに契約をしていただくということにしております。この契約は、会員様ご本人ですね、それから弁護士、そして私ども NPO 法人の3者契約となっております。なぜならば亡くなった後のご葬儀の費用までもお預かりして支援いたしますので、それは預託金という形になりますから、弁護士さんにお金をまず預けます。で、必要な時私たちが清算して弁護士さんからお金を下ろしてもらうというふうなことにしております。こういう形で、入会制となっておりますので、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。最後にライフサポート青森が大切にしていることです。うちの法人の理事長の川島が作った当て字なんですけれども、とってもいい当て字なので私たちはこれを名刺の裏に印刷しています。光り輝く人生を高齢者参加、60歳は高齢者、幸せを感じ始める、幸せな高齢者です。65歳から前期高齢者、これは前の高齢者と言われていますけども、そうじゃない、すべてに輝く高齢者。そして75歳からは後期高齢者、これは字のこの通りです、光り輝く幸せ者、または気品ある幸せ者、それを目指していこうということなんですね。で、100歳は達人だと、人生の達人だというふうにうちの理事長が申し上げておりまして、私たちこの高齢者参加を私たちの仕事の大切なことだと思って仕事をさせていただいております。いつでもご相談に応じております、サンロード青森隣にございますので、どうぞお気軽にご相談においでください。今日はご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。次の音があるのか。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。進行の都合上途中で質問を打ち切らせていただく場合がございます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。今マイクをお持ちしますので少々お待ちください。ですね、はい、年会費というのは、はい、入会金が今のところ1万円で、年会費も1万円でございます。ですので、入会金は1回だけでいいんですけれども、年会費ですので毎年4月に1年分として1万円いただいております。この年会費1万円だけで今言ったような支援受けられるんですか？いえ、そうではなくって、入会会員様になっていただいて、いろいろとこうその間にですね、いろんな情報とか開放で自分の今後のことをゆっくり考えていただいて、本当に身元保証が必要になったなとか、もう葬儀のことも今のうちからきちんとしておきたいんだというように考えたときに、契約という形で死後のところまで の金額をこちらで基本金ですとかいろいろと決めておりますので、それでもって契約のときにその分をすべて納めていただくということになっております。詳しいことがもしあれでしたら、後ろの方のブースでご説明いたしますので、どうぞおいでください。他にご質問がある方は挙手をお願いいたします。またたっぷり時間がありますので、ぜひ気になることを質問していただければと思います。ご質問のある方いらっしゃいませんか？それではこの後もブースでご質問やご相談などを受け付けておりますので、何か質問というのを聞きたいなという方がいましたら、そちらの方でもぜひご質問していただければと思います。ぜひブースの方にもお気軽にお立ち寄りください。それでは第2部は午後2時5分からの開始となりますので、それまでにお席にお戻りください。では休憩に入らせていただきます。